This channel do not condone piracy of any kind. Asking for, providing or discussing illegal download links is not allowed. エージェント・アルシア、あなたに任務を与えます。巫女リリアーナをこの教皇庁までエスコートするのです。これは重要な任務ですよ。くれぐれも。リリアーナ、リリアーナ、リリアーナ、ルーエンハイド、そして私。あの頃は毎日が夢のようだった。いつまでも一緒だと思っていたのに。でもこれでリリアーナに会える。お嬢さん、お怪我はありませんか？おかしい。お嬢さん、だって。もしかしてリリアーナ？私、そんなに変わった？うん。少しは大人っぽくなった。アルーシャは変わってないかな。行きましょう。リリアーナ。アルーシェ。ありがとう、助けてくれて。騎士として当然のことをしただけさ。アルーシェ、怪我はない？邪妖に一人で立ち向かうだなんて。大丈夫だって。これでも騎士として修行してるんだから。相変わらず無鉄砲なんだから。そうかな。でもびっくりしたわ。本当に騎士になったんだね。ああ、今は教皇様の指令で
邪妖と戦う毎日さ。でもこっちもびっくりしたよ。突然教皇様から、巫女リリアーナを教皇庁までエスコートするのです、なんて言われちゃってリリアーナこそ教皇様から名前を呼ばれる巫女になるなんて、もしかしてリリアーナは世界を救う巫女になれるんじゃないかな。邪妖！くそ、夜はまだだったのに。リリアーナは下がって。ううん、私も一緒に戦うわ。リリアーナ、私だって邪妖から世界を守る教皇庁の人間だもの。いつまでもアルーシェに守られるだけじゃない、少しでも力になりたいの。わかった、一緒に戦おう。Inspire me to make more videos like this by subscribing to the channel.